G ダンのガンプラ制作動画です。今回はこちらにね、パーツを、並べてます通り、塗装をやっていきます。塗装するのは HG 陸戦型ガンダム S 型です。でこちらの S 型はね、パーツのね準備だけして、塗装をねまだ始めてませんでしたので、こちらの塗装をですね、やっていきます。で、まずはちょっとこちらにあるんですけれども、ちょっとこれどけようかな。この、サーフェイサーですね、エアブラシを使って、サーフェイサーを、吹き付けていくところからやっていきます。それでは作業の方をやっていきます。とりあえずサフの吹き付けが完了しました。で、これだけではなくてね、後ろ側にもありますけれども、こちらはね、白じゃない外装だったりね、フレームの部分だったりするんですけれども、それでサフを吹き付けて、なんかね、ちょっとこう、引けがあるところとか、あと、まあ、安い掛けをね、ちょっとこう不十分なところとかを、まあ、ざっとですけれども、今見てみたんですが、特にね、問題があるようなところがなかったので、この次の手順としては、下地のね、ベースの塗装をやっていこうと思います。で、ちょっとサフの吹き付けでね、だいぶ時間を取ってしまったようなところがあるので、続きはね、次回、やっていこうと思います。詳しくパーツ確認したら、やっぱりね、このままじゃダメなパーツがいくつかありました。例えばね、この足の部分のねパーツなんですけれども、この横の部分の、合わせ目化粧ね、やった部分は大丈夫だったんですけれども、ここの部分がね、ちょっとこう、へこんでたんですよね。これはね、パーツ成形時にね、できてしまっている髭だと思うんですけれども、ここね、見逃してましたね。あともう一つ、こちらね、肩の部分のね、パーツなんですけれども、このね、合わせ目化粧やったところ、ここね、なんか汚い。ね、ぐちゅぐちゅってなってますよね。ここはね、多分ヤスリ掛けし忘れてたんだと思うんですけれども、ここもねちょっとやり直しですね。そしてこちら、これねアームの部分のパーツなんですが、こっちはね大丈夫なんですけれども、この反対側ね、肉抜きされてるね穴をここ埋めてるんですけれども、このね埋めたところね、ここ気泡ができてて、穴がね、あ、わかります？ここちっちゃな穴がねできてるの、この穴ができてるのを、まあ、安い掛けした時にはね、これもまた気づけてなかったので、これもね、埋めないといけないです。なので今回はこちらのね、ラッカーパテ、正式名はタミヤパテ、かっこベーシックタイプですね。こちらを使って、この部分ね、ちゃんと埋めて綺麗に、したいと思います。で、もうやり方は簡単で、このパテをね、まあ、爪楊枝あたりで少しすくって、あとは埋めたい場所を、このパテ、
をギュッとね、埋めたい場所に埋めていくだけですね。よいしょ。で、このパテは乾くと少しね、ほんの少しですけれども、体積が減るね、いわゆるまあ引けるということですけれども、ちょっとね、へこんだりするので、若干多めに持って、あとは乾くのを待ってヤスリがけですね。で、今度はこちらのね、へこんだ部分ですね。ここにも同じようにパテを持っていきます。こんな感じかな。まあ、そんなにね、がっつりへこんでるわけじゃないので、少しで大丈夫ですね。よし、OK。で、こちらのパーツに関しては、ここのね、合わせ目の部分がちょっと汚い感じになってましたので、ここはもう、ヤスリがけして、きれいにした後で、もう一度サフを吹きつければ OK ですね。で、少しね、溝の雰囲気もね、残しておきたいので、ちょっと、この小型のね、棒ヤスリで溝も刻みつつヤスリがけしてね、綺麗にやっていかないといけないですね。今回はサフをね吹きつけただけなので、動画としてはねかなり短くなってるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、作業としてはね全パーツ、やってますので、結構ね時間はかかりました。で、サフをね薄くね吹き付けただけなんですよね。なので下地の色とかが結構ね隠れてないぐらいに薄くね吹き付けたんですが、まあベースの塗装をねしっかりと色ムラがないようにしっかりとね吹き付けていくので、サーフェサーに関しては、まあ、このくらいでいいのかなというところですね。ちょっとね他のパーツとこう比べてみてもわかるんですけども、この辺のパーツを比べてみると分かりやすいかと思うんですが、こちら側がね、少し暗い色になってますけれども、これはね、紺色のパーツの上に、ふわっとね、サーフェーサーを吹き付けた状態。で、こちら側は、白いパーツの上に、同じようにね、ふわっとね、サーフェーサーを吹き付けた状態なんですが、だいぶね、下地の色をね、下地の色の影響を受けて、同じね、サーフェーサーの全く同じサーフェイサーを吹き付けてるんですが、色の違いがね結構出てますよね。